がとうございます。おはこんにちばんは、おしんちゃんことごせあやです。本日は、秋ハック、小木川駅に来ております。今日のミッションはこちら。秋ハックのお店を、できるだけ回るです。一体何軒のお店を回ることができるのか、頑張って楽しんで張り切っていきたいと思います。カラオケスナックあやがありました。しかしこれは私のお店ではありません。お食事処小箱さんというお店もありますね。人気の焼肉屋さん、焼肉小太郎さんにお邪魔しようと思いますね。こちらの方の方の間で結構人気のお店らしくて、私も一回来たことがあるんですけど、めっちゃ美味しかった。焼肉以外もいろいろ美味しくって、結構ねボリュームあるセットとかもあったんですが、こんにちは。飲食店を紹介する YouTube をやっているのですが、こちらで食べてるところを撮影させていただくことって大丈夫でしょうか。突然の訪問だったんですが、心よく、入れていただきました。ありがとうございます。優しい。こちらのお店、小木川の方のお友達に紹介されて以前ね来たことがあったんですけど、すっごいね美味しかったんですよね。ランチがすごいお得なセットとかがあって、すごくないですか。このスーパーランチっていうのが焼肉3種類もついて、ご飯とかいろいろついて1100円なんですよ。他にもね、ラーメンとかも丼物とかも結構いろいろ美味しくって、サイドメニューとかもすごい充実してます。なんかチゲとかね、ほんといろいろ一通りあって、今日はね夜は初めてなんで、今日はじゃあお肉とサラダまず行ってみたいと思います。じゃあ、おすすめしていただいた、じゃあ牛カルビと、はい、あと牛タン、牛タン塩で、はい、あとじゃあグリーンサラダと、はい、ウーロン茶とオレンジジュースお願いします。はい、分かりました。なんかお店の方もすごくもう優しいオーラが出てて、もうなんかもうすごいもう居心地がいいです。結構お店も広いんですよね。来ましたー、すごい。サラダも結構ボリューミーですよ。わー、美味しそう。ドレッシング自家製っぽいな。そう。で、そしてこちらが牛タン、これでなんと1人前、すごくないですか。あ、結構なんか厚みがあってめっちゃ脂も乗ってて美味しそう。いいね、このなんか塩味なんですね。ごまとかおネギがたくさん乗ってます。そしてこちらがじゃーん、カルビー。わ、すごい。本当にこれもさすがすごい。これちょっとサービスで2人前いただいてしまいました。ありがとうございます。1人前で頼んでたのに、もう本当お母さん優しい。ウーロン茶ですが、乾杯。ね、まずなんかこう肉スタート。あー、最高。いただきます。肉に早く行きたいとこなんですけど、ベジファースト。もうレタスいっぱい入ってる。うん、うん、あ、好き。なんだろう、ちょっと酸味があるのかな。さっぱりしてる。え、なんかチョレギサラダとかとまたちょっと違って、ちょっと酸味がすごいいい感じ。え、これちょっと好きだな、このドレッシング。めっちゃさっぱりする。肉肉肉肉肉。いきます。じゅわっ、うわめっちゃ楽しい。テンション上がる。肉は正義。
ぐらいいけるかな。ネギっていつも迷いますよね。牛タンって大体ネギ乗ってるけど、このいつ乗せるかみたいな、落ちちゃうみたいな。でもちょっと火は通したいしみたいな。正しい食べ方は誰か教えてほしい。もうひっくり返さないと。ちょっと焼いて乗せればいいか。難しい。肉焼くときって本当真剣になる。よいしょ。すごい。絶対美味しいやつ。こちらはじゃあまずね、牛タンはやっぱレモンでしょう。レモンで。できます。あーもうずっと噛んでたい。あー美味しい。ほんとプリプリ、もうジュワーってプリチュワーってたまらない。ただの塩味じゃなくて、ちょっと黒胡椒とかもかかってるのかな、ごまとかもかかってて、この味付けがまた最高ですね。うん、うん、幸せすぎる。たまらん。じゃあ次一回カルビいっちゃおうかな。すごい、もう絶対美味しいじゃないですか、こんなカルビ。いきます。あーやばい。ちょっとこの厚みのある感じがすごくいい。おー最高な焼き加減。やっぱ軽くあるからすぐ焼けるから嬉しい。焼いてる時間がもうなかなか持ち遠しいから。はいはいはい。いやすごい、今日はいい感じにすごい揚げてる。最高の焼き加減。なんかもうこのままも味ついてるみたいなんで、ちょっとまずこのままいっちゃおう。ないんですか。すごいよ、すごい柔らかい。本当にこれカルビでこれなんですか。すごくない。なんか本当もうサシがすごい、もう脂がめっちゃ柔らかい。カルビ頼んでこんなすごい脂ののった美味しいの出てきたの初めてかもしれない。このタレでいっちゃおう。あ、うわ、これはご飯欲しくなっちゃうやつだ。うん、結構こっちもしっかり味ついてるんですけど、タレはね、結構甘さがしっかりあってご飯がすごい欲しくなっちゃうやつですね。わあ、このタレも美味しい。タレだけでご飯いけちゃいそう。ほんと肉質がいいから、なんかちょっとさっと焼くだけでもうすぐいけちゃうみたいな。
こいこい、あいいかね。なんか楽しくなっちゃう。この焼き方がいいのかどうかわかんないけど、この中カルビの油を野菜にのせたい。あ、これほんといい感じに焼けた。今度レモンに行こうかな。柔らかくてとろける。何この幸せすぎる時間。、ね、すごい脂乗ってるんですけど、なんか後味はすごいすっきりしてるんですよね。肉質の良さですかね。今度次こんがり気味に、あ、柔らかくて、いや柔らかすぎて、あくっついちゃう。このロースターの焼肉っていいですよね。七輪とかもいいんですけど、このロースターの焦げ目がすごい好きだな。あっという間に残り2枚ずつ、美味しすぎて本当あっという間に食べちゃう。ちょっとまだいっぱい食べたいんだけど、もう本当止まらなくなりそうなんだけど、もう次があるから。よいしょ。いい火力。ラス2です。ラス2。え、待って、もう待って、切れちゃう切れちゃう、もう柔らかすぎて切れちゃう。あーすごい。本当美味しすぎて、もう最高です。あ、ありがとうございます。登録しました。ありがとうございます。嬉しい。もうなんかね、ここのもう常連さんもすごい優しくて、うん、分厚さがたまらない。うん、ごちそうさまでした。いや、焼肉太郎さん、もうカルビも牛タンも最高でした。もうね、ランチもね、すごくね、お得な、もうボリュームのあるセットがあるし、ラーメンとかね、丼物もね、人気なんで、皆さんもぜひぜひ見てはいかがでしょうか。席もね、広くて快適です。お酒もいろいろあります。ではでは、次のお店に行ってみようと思います。太郎さん、ありがとうございました。本当にありがとうございます。はい、お次は、小太郎さんのすぐ斜め前にあります小和子さんに直行はしごです。わー、すごいね、なんかいろいろ、あ、おにぎりにハンバーグ、オムライス、ラーメンもある。うわー、